った動画をどんどんスマホで上げることです。海外移住ご希望の方から、ネットで販売したいですとおすすめの手法は何でしょうかと、まあ、サービスとかものとかネットで販売したいということですね。おすすめの手段は何でしょうかということなんですけれども、まあもちろん物販かサービスによって違いますよね。僕はあの海外移住こうしたですね、海外移住ご希望の方には物販をお勧めしてないんですね。というのはやっぱり物のやり取りはどうしても発生してしまうと。僕も中国輸入とかの経験あるんですけども、中国輸入はアマゾン転売ですね、 FBA、 アマゾンの FBA で販売すると、まあ、やっぱりですね関税の関係の書類が来たり、あと返品された場合にですね、やっぱり日本の、住所がないと厳しいというところがありますので、海外に移住してやれるのはやっぱりノウハウですね。コンテンツを売るってことですね、まあ、PDF、 文字だったら PDF、 あと動画、音声という形で売っていくと。でおすすめの手段というのはやっぱり YouTube のこう、短編動画こういう形で作って、概要欄の方から公式 LINE につなげるというこの DRM、 新 DRM ですね。